こんにちは。こんにちは。皆さん。はい。もう皆さんもご存知だと思いますけど、はい、ティーチングプロ合格おめでとうございます。ありがとうございます。1月でしたっけ？はい、取得した日は入会日は、1月1日からです。A 級ということで、はい、まあ、結構長い道のりだったと思うんですけど、はい、そんな三浦さんもティーチングプロにもなられたということで、はい、三浦さんのその持ってるその知識とか、理論とかもあると思うので、阿部のももちゃんが出てきた時も先生みたいな感じで呼んでたと思うんですけど、今回から考えました僕ら名前を、はい、ももプロっていう、ももプロ、ももプロ、ももクロで意識して今日はこれできました。そうなんですよ、可愛らしい感じにしていただいてありがとうございます。いつもとちょっと違う感じで、はい、ちょっとウームゴルフ今後定期的に出ていただければと思っておりまして、私ちょっとそのアイドルとかあんまり無知なのでまあ一応容姿だけでもちょっとということでバービーのコラボの服なんでまあそういう感じでちょっと女の子っぽくいけばいいのかなと思って来ましたありがとうございます、糸を組んでくれて、はい、なのでちょっと今回ももプロレッスンっていうタイトルをつけて、はい、いろいろまた僕らからも、まあ、視聴者の皆さんもコメント欄でね、はい、ももプロにこれ聞きたいあれ聞きたいとかっていうのもあると思うので、はい、今回からやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で早速なんですけど、はい、ちょっと僕らの方からも質問があるんですけど、はい、ももプロ の、はい、その本当にスイングの基礎基本、はい、本当にもう今成り立てっていうところで、はい、その基礎基本みたいなのをいっぱい学んできたと思うんですけど、はい、ちょっと私はもう基本的にゴルフのスイングってこういうものだと思ってますっていうのを、はい、まず初回から聞いていきたいなと、はいはい、思いますので、はい、いいですか、質問攻めしちゃって。はい、もうどんどんお願いします。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。お願いします。まあとりあえずアイアンからいっちゃいましょうか、うん、でも三浦さんって本当になんかこう本当に初めて始める人とかは9番アイアンからやりましょうとか、はい、なんかそういうことでもないんですか。まあクラブってハーフセットかな、購入されると思うので、購入多分7番ピッチング S とかなのかな、7番とか8番とかそういうまあ中間のクラブを持ってればいいのかなと思います。私は今8番持ってるんですけど、まあ、7、8ぐらいで最初クラブ作りやっていくとドライバーにもちょっと近いしウェッジにも近いっていう真ん中っていうことで全部の共通できるので、まあ、このあたりがいいのかなと思います。じゃあ早速、はい、まずアドレスですね。はいはい、今アイアンをお持ちいただいてると思うんですけど、はい、ちょっとアドレスのところから教えてください。はい、まずアドレス7番8番とか、まあ、中間地点のクラブだったらボールの位置は真ん中かなと思う。真ん中でちょうど肩幅ぐらいのアドレス幅でいいのかなと思うんですけど、まあ、アドレスの時に一番気をつけたいのがこのつま先の向きなんですね。つま先がちょっと開いてしまうと右足のつま先が開いてしまうとバックスイングの時に力が逃げてしまって膝がこう外に出てしまう、またスウェーになってしまうので絶対 NG です。左のつま先は気持ちフォロースルーを長く取るっていうためにドライバーの時だけ少し開きます。基本的にアイアンとかはもうスクエアまっすぐ向くことを意識してやります。これが逆に右足が閉じてしまった場合、閉じてしまうとバックスイングの時に捻転が止まってしまう、止めてしまうのでそれも NG ってことで、まあ、まっすぐ構えるよっていう感じで開いても閉じてもダメです。これは自分で見て分かりづらいと思うので動画撮ったりとか鏡でチェックするといいと思います。次にグリップですね。グリップには、まあ、いっぱい何通りも握り方があると思うんですけど、私はちょっと女性なので腕力がないってことでインターロッキングを使ってます。こういろんなグリップありますけど、10フィンガーという、まあ、いろいろあるんですけど、どのグリップでも私はもういいと思います。人それぞれ、自分がかけて気持ちいいんだったらかけるし、普通のグリップが良かったら普通のグリップでもいいし、離す方がいいなと思ったら離してください。でもそのグリップ全部に共通して絶対にダメなことがあって、それは右手の親指に力が入る、握っていて右手の親指に力が入ると肘が張ってしまうんです。肘が張ると、まあ、シャフトがしなりづらくなってシャフト本来の動きができなくなってしまうので、もうこれはもう抜いてもいいぐらいの気持ちで、右手の親指いらないぐらいの気持ちで、なんなら私右手の親指抜いて打つことができます。こう抑えると勝手に肘出てきちゃうんですよね。それ絶対ダメなんで、これは抜いてあげる、もういらないです。
逆にそのグリップでどこに力、はい、例えば、まあ、よく言うのは下3本とか言うんですか、はい、っていうのは何かどうか意識。そうですね、まあ、実際力を全部抜いて打つっていうのはアプローチ含めて全部のグリップしちゃダメなんですよ。力抜いて握るととっさにこう力が入っちゃうので絶対ダメで、私はもうそこ以外しっかり握るっていうイメージで、左手の3本ももちろんですけど結構密着させて握った方がいいですね。やっぱり緩んでしまうとちっちゃい動きの時、アプローチとかハーフスイングだったりとかの時に変に肘の力だったりとか右手に親指に力が入りやすくなるので、力を抜いて握るっていうのは絶対ダメで、どこかにしっかり力入れた方がいいと思うので、私は左手に結構力を入れて握ります。もうこれは初心者上級者問わず、もうこの親指、右手の親指は絶対ダメです、もういらないです。じゃあ結構こうアドレスしてる人見て、はい、そこ見たりもします、なんか力入ってそうだなみたいな。結構多くて、やっぱりその右にスライスする人って右肘が張っててシャフトがしならなくて右にピョーっていう方が多いので、まあ、本当にいらないのかなと思います。で、立ち方でいうとどうですかね、こう腰をこうアドレス入って。そうですね、アドレスに入って膝を曲げるって言葉をよく聞くと思うんですけど、膝を曲げて曲げすぎてしまうとどういうことが起きるかって言ったら捻転を止めてしまうんですよね。なので膝ってまあ軽くだけでいいと思います。私はあんまり曲げないです。そしてお尻をこういう風に、お尻をこういう風に出してあげる、またお尻を上に上げるようなイメージ、こんな感じでイメージしてあげるとちょっと膝を緩やかに曲げてもそんなに曲げてるようなイメージがないと思います。そんな感じです。そうすると上体が浮きづらくなります。お尻を出して膝を曲げることによって上体を上げるときに体全体で起き上がるようになってしまうので起き上がりづらくなるんで、まあスイングの時に浮くことが減ります。よくアドレスでどっしりした方がいいよみたいな、どっしりって言葉も聞いちゃうんですけど、はい、どっしりって聞くとやっぱりなんか膝を曲げる感じ。はは、私もそういう風に考えます。このどっしりってなんか三浦さんももプロ的にはなんかどういう風に、このどっしり感っていうのは、どっしりっていう言葉は、まあ、言ったらその人が押しても動かないよっていうことだと思うので、膝を曲げてどっしりしてても、こういう風にどっしりしてても多分横が叩かれたらふにゃってなる。でもお尻を出してしっかり、ね、体を固めてあげたら動いても多分あんまりぶれないんですよね。なので、まあ、これが私の思うどっしりですね。人それぞれだと思いますけど、私のどっしりはこれがどっしりだと思います。アイアンとか実際ボールを打つときに打つ前に素振りをみんなすると思うんですけど、素振りの時にしっかり芝を叩いてるかなっていうのを気になっていて、アマチュアの方に多いのが素振りはビュンって空気の音が聞こえる方いらっしゃるんですけど、これで打つためにする素振りじゃないんですよ。素振りって実際にこうどこに着地するか、最下点どこかを確認するのが素振りで、あ、ちょっと手前叩きやすいな、あ、じゃあライが悪いのかって言って普段よりもボールを右に置いたりとか微調整するのが素振りだと私は思うので、実際にボールを打つように素振りをするっていうことは芝にちゃんとヒットさせるっていうのが素振りです。なので素振りでしっかりこういう風に芝を叩いた、ここで打てたら大丈夫だなっていうのが分かって打つみたいな、これが多分実際打つのに一番近いのかなと思うので、素振りをする際は実際にボールを打つ時と同じ、だからドライバーは逆に芝を吸ったらダフるんで、このビュンって音をさせてくださいね。なんで素振りはドンってしっかりヒットさせて、あ、ここだったらボールの位置大丈夫だなっていうのが分かってみたいな感じですね。コースとかに行くとライが悪かったりとかするんですけど、でもそのライが悪いことって打った後に、あ、そういえばここ何々だっていう方多いんですよ。なので打つ前にちょっと低い位置から立ってみて、あ、ちょっとつま先下がりだな、つま先上がりだなっていうのを分かった上でやっぱり打つ方がいいので、打つ前にプレイファーストっていう言葉がありますけど、ちょっとそれも頭の片隅に入れとくといいのかなと思います。ここからモモプロに
スイングの話を聞きたいんですけど、はい、まあ、正直スイングってもう細かくすればいくらでも細かくできちゃうと思うんですけど、はい、まあ、今回初回ということで、はい、なんか本当に簡単にこんなイメージでとりあえずそのゴルフのスイングって、はい、あのこういうイメージでやるとこうシンプルになんかあんま悩まないというか、なんかそういうのってありますか？練習法として、まあ、言うのであれば、もう再現性を高めなければやっぱり意味がないので、再現性を高めるための練習っていうので、あのボールをこう転がしていくっていう、何それって思うんですけど、ちょっと打ちっぱなしの時はちょっと気をつけてもらいたいのはボールを後ろに転がすので、まあ、この辺りちょっとクラブとかを置いといてボールが転がって向こうに行かないようにちょっとそれだけ考慮してやってほしい練習ですね。ボールを2つ並べて、その間にクラブフェースを入れてあげます。それでクラブヘッドからボールをコロ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 って転がしていくイメージ、このままクラブフェース真ん中に入れてボールをこの後ろ側にコロ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 、こんな感じですね。こうすることで何がいいかっていうと、どこから始動するかっていうのが分かりやすくなると思います。これが逆に肘から行ってしまったりとかするとかなりボールが速く行くんですよ、こうだったりとか、インに引いてしまう方結構多いと思うんですけど、インに引いちゃうと、まあ、こっちに行っちゃうから、あ、ちょっとインに引いたなっていうのがちょっと分かると思うので、これは自分で転がるのを見ながら打つといいと思います。これ当たるからとか飛ぶからいいっていうわけじゃなくて、自分がどういう指導をしてるかっていうのを把握する練習です。まっすぐ引くにはクラブフェースからこう行くとゆっくり流れていくので、こうやったら指導しやすく、で自分がヘッドから行ってるっていうのが分かれば、あの悩んだ時に、あ、ここからだったなっていうのが分かると思うので、そういうのを知ることも大事だと思います。割と思った以上に転がるボールってゆっくりなんですね。そうなんですよ。だから肘から行っちゃうと勢いがあるので結構パンって行っちゃったりとか、インに引いちゃうとこう反動がかかるので結構勢いいいので、そういう時、あ、ちょっと肘から行ってんなとか、インに引いてるなっていうのは自分で分かる。結構動画って一人だと撮っても分からないことが多いので、そういう風に実際にボールが転がっていくのを見て把握する方がいいのかなと思います。実際に本当の私が今から打つんですけど、実際打つ速度でもゆっくりです。結構ゆっくりだと思います。さほど飛ばないんですよ。じゃあこれは結構こう、まあ、ドライバーも共通はしてくると思うんですけど、はい、アイアンでまずこうスイングの基礎基本というか、そうですね、最初のこの始動、はい、まあ、テイクバック悩む人も結構いると思うんですけど、はい、もうここをとりあえず確認してみる。もうこれでハーフスイングしてスイングの基本を覚えるっていうのがすごい上達の近道なのかなと思っていて、私は高校生の時に自分のスイングを見直したいなと思った理由としては、ミート率がやっぱ低かったので再現性が悪い、ライが悪かったりとか緊張したり、そういう時にやっぱりミスが出てしまったので、全部もう指導から変えたいなっていうことで、私結構インに指導なんですけど、昔は結構インに引いてこう肘から指導だったので、まあ、飛ぶときは飛ぶんです。だけどブレていたので安定しなかったので、それを安定させるために本当に半年このハーフスイングだけをひたすら続けました。試合で本当にいっぱい打つときもあったんですけど、それを乗り越えると本当に安定して、これぐらいだったらすぐ寄るなっていうのがもう自信になるぐらい寄るようになりました。動きの方法だってら、これはドライバーも含めて、まあ、今のもドライバーも含めてそうなんですけど、共通でできることとしてはこうメディシンボールだったりとかヘッドカバーを持って右足左足、この動きだけでもうゴルフってよくて、これでなんて言うんだろう、肘を曲げて腰をひねって手を前にっていうのはあまり気にしなくて、しっかり右足に乗ってればお腹って捻転するんですよ、全く。あのゴルフ知らなくてもこのまま手を上げて右足に体重乗せたらちょっとお腹ねじれるんですよ。そのイメージで遠くに遠くに持っていく練習、遠くに遠くに遠くにで右足に乗せて左足に乗せるっていう動きをすれば、もうそれはゴルフの動きだと思います。
モモプロ自身も今、はい、未だにというかそのイメージ打ってるんですか。もうそれしかしないです。なんならもう練習でウォームアップとかで結構プロの人がスタート前に右足左足ってしてるの知りませんか。こういう風に本当にこのまんまでこのボールを入れてもいいんですけど、この感じのまんまなんです。これがもうゴルフ、多分私の今いつも通り打つスイングと全く一緒だと思います。右足左足、ただそれだけでゴルフはもう成り立つと思いますね。今転がしてる時のボールも勢いがあまりなかったと思うし、ゆっくりだったと思うので、このイメージで右足左足、もうこれでゴルフです。これ悩んだ人は、はい、本当に今の動きがでもう全然ゴルフってできるし正しいよって思ってもいいくらいですか。はい、そうですね。もうあまり私深いことを考えるのが得意じゃなくて、もういかにシンプルにするっていうのばっかり考えてて、もうそうすることで、まあ、練習の量だったりとか毎日しなくても同じ動きができやすいと思うので、あのトーナメント出なくなってからもう教える側だったりとか、まあ、勉強ティーチングの勉強だったりとかで、まあ、そういうことを集中していたので、ゴルフはほとんど毎日やってないんです。それでもスイングが安定するっていうことは、このスイングは間違ってないのかなと思います。次回ですね、はい、とはいえ、はい、まあ、ウームゴルフ君、僕含め、はい、アマチュアゴルファーって、はい、まあいろんな細かいところで悩むんですよ、はい、なのでこれってどうなんですかっていうのを、あの次回、はい、ちょっとモモプロにぶつけていきたいと思いますので。わかりました。はい、ぜひ答えていただければと思います。はい、お願いします。はい、スノープロ、はい、あっち向いてホイをしましょう。やりましょう。リベンジ戦なんで。リベンジ戦ですね。はい、お願いします。いきます。はい、最初はグー、じゃんけんポン。あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、やった負けた強い、じゃんけん強すぎませんか。じゃんけん弱すぎませんか